はいどうもピヨキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコースト、トロールエクスカベーションということで、発掘調査のトロールコースということでしょうか。それじゃあこのコースをやって何が発掘できるのか、それを見に行きますか。そして同時にいつもド M ド M と言われる僕、ド S という証拠が分かるようなものを発掘しに行きたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.52%。何でもかかってこいってんだ俺。俺はド S だぜ俺。マリオメーカー界の頂点に立つほどのド S 要素を持ってるぜ俺。ああなんか来んのかんけお前。あ、でかこれ、閉じ込まった感じ。いや実はこっちが正解みたいな、そういう感じでもないね。あ、でも右のここブロック開くみたいな。開幕無機物。開幕常に右にダッシュしていこう。そしてあの土管に入る。それが正解なんじゃないか。あらてかヨッシーいなかった。あのヨッシーを取れっていうことかな。いやでも取れないよね、あのヨッシー取るの。命は取れたね。わかんねえ、こっからどうすればいいんだろうね。とりあえず一旦右まで行ってみる。そしてああなるほどね、多分これヒントなんだろうね。開幕一番左に行けっていうことなんじゃない。もう分かったぞ制作者よ。 IQ280 ぐらい理想な難解の罠を用意してきやがって。その砲台からこれ上がやっぱ怪しくない。さっき鉄球が出てきたじゃん。ここに置いておいたら先に進めると、そういうことなんだね。そしてこのトゲ帽子を持ったら頭パッカーン。え、このトゲ像中身あんの。何やってんだよお前は。お前もね。じゃあこのトゲメタはもう無視して、上か下か下のオンオフを叩きに行こうか。こっちが正解なんじゃないのか。なんか黄色いな、ニヤニヤしたやつが来てんな。怖いよお母さん、助けて。ニヤニヤが襲ってくる。上だ、今までよくもやってくれたなトゲメタよ。うらそしてここでオンオフをして何もしなかったら右に進めると、そういうことですね。さあここでキノコを取って一旦何もしない、待ってみようか。バカにしてんのか。いいね、楽しくなってきた。ド S 要素を発掘しに行くというよりド M 要素が発掘されそうだねこのコース。いやもう発掘されてると思うけど。あ、そうだよ、もう認めればいいんでしょ。僕がド M って自分自身で、なんかド M ド M 言われて僕がド S っていつも返してるからさ、もうド M っていうのを認めるよ。でもそれでウィンウィンなんじゃないの。見てるみんなは S だから、あの砲台の裏に扉があるっていうことね。そんなのわかるか。正直ここ何か少し怪しいと思ってた。嘘じゃないよ、嘘だよ。じゃあここで鉄器を出してもらって、わーい。あとはぶっ壊れたんじゃないの。動画がホラー化してる。僕ホラーゲームやってくださいって言われるんだけど、ホラーより僕の方が怖いかもしれない、見る人によっちゃ。そろそろ中間ポイントあってもいいよ。 なんか面白そうだねこれは。何が来るの。氷ブロックだ。ここはすぐジャンプして抜けていく。そしてこの右に進んで、この四角の枠を叩いても何もないか。じゃあオンオフをして右に行って、このキノコは罠だろう。そうなんじゃないのか。わかってる、わかってんだよそんな巧妙な罠は。じゃあここでドアに入っていこうか。わーって言われたけど大丈夫。ここヒントだね、さっき僕これ解いたよ。こい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 。ふざけるな、もっとふざけるんだ。視聴者がなんだこいつ、気持ち悪いなと思うぐらいでふざけてやろうじゃないか。頭のおかしいやつがいるぞと。どうも頭ぶっ壊れてる系 YouTuber です。こっちにあってた、なんか死体源連れて。無事中間ポイントが取れました。あのチョロプーが P スイッチを踏んだら足場がなくなるって感じか。じゃあすぐ右にダッシュする。そしてこのつららに乗って上を向いておく。そしたらドアがあるんだろう。そうでしょうきっと、常に上を向いておくんだ。なに、そしたら天国まで登れるから。僕が一度天国に行って転生してきた方がいいんじゃないでしょうか。転生していい声になって、みんなからキャーキャー言われるようなゲーム実況者になりたいと思います。唇植物。はいみんな転生してきたよ。ピヨキン転生してきた瞬間にやられたんだけど、あ、ここ左に逃げておけばいいのね。あーなるほど、これでスピンジャンプで先に滑ると。このコーラスピンジャンプで、なんだあのマークは、 Z みたいな R みたいな感じしてるけど、一旦何もしないで行ってみようか。そしてこの場所に置いておけば大丈夫。ピンポイントすぎやろそれは。今日すごい調子がいいよ、めっちゃボコられてる気がする。じゃああのトゲゾーンは追いかけなきゃいけないみたいな、跳ね返ってくると思ったら意外とそういうわけじゃないのね。じゃあオンオフをして左に逃げようか。絶対こっち来ると思う。あ、右下行ったね。
とね、右下にやったらいけないのか。そんなの分かればもうこっちのもんなんだ。上で踏んでこのトゲソを。いや違うんだって。やりたいことは分かってくれたでしょ。このトゲソを踏んで蹴ればいいんじゃないのかな、左に。そしてここでオンオフを変えて、こっからどうするかなんだけど、あ、なんか今左出てきたね。左に行くのが正解っていうわけじゃん。何やってんだトゲゾウ、そんなことして楽しいか。僕は楽しいよ。じゃあこのドアに入っていきたいと思います。中間ポイント2は、なんかあのブラパの下にあるとかそんなんじゃないのかな。一旦何もしないでみる。ここ、はい、ダメ。全て見切った。このノコノコを踏む。そして左に戻ってこのノコノコの中身を踏んで右に行けば先に滑るみたいな。あのカキ棒怪しいな。一旦踏んでみるか。なあ踏ませてくれ。うわー、いつもみんなは僕をド M と呼ぶけれども心地いい。でもそれは心地いい。その中でも恥ずかしい。ここで中間取れたけれど、投げれば閉じ込まる。いや、なんか歌ってたらめちゃめちゃ先進めたね。歌いながら実況したら僕意外といい線いくのかもしれない。ここ投げたら、あ、自動コインコインだね。そういうの求めてなかった。え、これどうすればいいのじゃ。うん、この甲羅を上で投げればいいんじゃないのか。かい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 。待って、全然わかんないんだけど、下行ってもダメなんでしょう。この辺で投げてみようか。テイク2アクション。今度は30コインの方に投げてみようか。マリー、なんか怪しいと思ってたんだよな、あの30コインの方。じゃあここは目とかぶってガリガリを抜けていく。うん、抜けれないね。ガッチャ。あのさ、今気づいたんだけど、左でボム兵いるよね。あそこめちゃめちゃ怪しくない？中間ポイント戻しかな。じゃあここは一旦メットを蹴って何もしない。あ、コインなんだね。じゃあかぶって上？あ、こっちが正解なのか。絶対ここ捕まるであってよ。いや、わかった。このハテナを叩いた瞬間捕まるんだ。あ、そういうわけじゃないんだね。リフト頼む。あと一回出てきた。あ、左下にあるのか、リフトが。そしてこっから右に行ったな、あの余域。なんか右の絵的にさ、このリフトに乗っておけば大丈夫みたいな感じじゃなかった？あ、これでいけるとか。この場で何もしてこないだろうな、今絶対怪しいと思った。何もしてこないのか。何かしてこいよ。まあまあ、そういう誠意をたまには見せてくれ、嬉しいよ。ここは僕は何もしない。それが正解なんじゃないか。この砲台はまずいな。やべ、閉じ込められた。どうしよう、どうしよう。マリーが石親父にバックハグ。親父同士のバックハグは見たくない。一部の方に需要があるかもしれないね。じゃあここは一旦僕は何もしないでおく、この四角の枠で。それが正解なんじゃないか。そしてこの扉に入っていくと、右上の扉は何だろうね。バリャー。もうそろそろゴールが近いと思うんだ。踏んだれ、ピオキング。じゃあここはこのドアにもう一回入っていってみる。それともこの四角、もう一回ドアに入ってってみようか。もうこれしか行き道ないもんね。そしたらなんか変わってるみたい。なんかいろいろ変わってるね。今度は一瞬やじがマリーにお返しハグ。もう吐きそうになってきたわ。もうハグハグだらけでさ、親父同士の。ああ、なるほどね。どん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 なんか道が進んでるっていうわけね。じゃああと一回、いや、このバネ持っていこうか。このバネ持ってって上に行くっていうわけじゃなさそうなんで、バネを持って扉に入ってみる。そしてまたバネ攻撃が来るだろう。なんで何もしない。そして左に行けばパウが今度出てきたね。このパウを上に投げればいいっていうことだと思います。じゃあ投げてみようか。こう、こうか。熱すぎる。パウが何の意味だったんだろうね。この辺でいるんかな、パウが。誰か助けて。次はあのファイヤーフラワーの中に行かないようにするよ。とりあえずあのオンオフをして。何もしない。そしたら砲台が落ちてくるでしょう。このコインの場所は何なのかな。あー、この上に行けってことか。え、砲台落ちて、落ちてきた。じゃあこのバネを持って上の土管に入っていく。こっからもうゴール近いんじゃないの。絶対ゴールあると思う。ピンコイン。え、上なんて書いてるんだろう。ロッキー、ロックゲッ、ロッキーとハイプ。ちょっとわかんないね。ロケットハイプっていうことかな。そして ABIG アビックステップ4 CP1。 いや、絶対こっちで合ってるよ。
だってこっちしか行き道なかったもんね。なんでチェックポイント位置に戻されたと見せかけてゴールがあるパターンなんじゃないんでしょうか。頼む。いや全然ある全然ある、まだいいまだいい。やった。ほらね、絶対こっちで合ってる。くぅ、悔しくなっちゃってるな、トロールコースに。一旦トロールコースの知識を全部ゼロにして、もう一回初めからやり直したいぐらいだね。なんか来てんだ。はい、ここか。この場所で何もしなかったらいいのか。一番右に行っとこう。あの四角の枠がめちゃめちゃ怪しいよ。そういうことか、これで逃げれるんだ。そしてこの記録を取って先に進めと、そろそろゴールが近いんじゃないのか。この左は何もないな。じゃあここから右に行って、あっ、こっちに来いよ。いや、もてあそばれた気分だったね。あそこまでもてあそばれたら気持ちがいいよ、もう逆に。そしてここ、あ、当たることができるんだ。そしてこのまま右ダッシュしていこう。もうだいたいダッシュしたらいけるっていうのはトロールコースで判明してるんだ。まずいぞこれは。なんなん、このカロの甲羅、四角の枠投げるで合ってんのかな。つらら抜けれる。あ、抜けれるのか。そしてバブルを避けて下に行けば、あの土管の方に行けるっていうことだね。さあ、そろそろゴール近くてもいいんじゃない。ゴールあったね。この近くの枠怪しいけど、ここにかけてみよう。頼む。あっちゃー、もう分かった、ここで何もしない。そしてバブルがあそこで常駐するのかな。常駐するね。で、ここで下に降り、下降りれる、大丈夫。その土管がすげえ怪しいけど、入ってみる。入ってた。え、こっちが正解なのかな。こっちでアイテムを取って戻るみたいだ。いや絶対合ってるよ、 GG って書いてれば。多分ゴールのところに出るんだよ。ありがとうございます。いや最後にスター取ってゴールしたら気持ちいいね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ人画面で1の1というこのコース、説明文にですね、1の1を人画面に詰め込みました。難易度優しめって書いてるんですけど、めっちゃ可愛いよねこのコース。まあ正直あんまり1の1の原型はとどめてないんだけど、ところどころそういう要素が見えるよね。そして今回このコースクリア率は高めなんだけど、たまにはいいかなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 14.66%。そんで僕ね、1の1のコースをやるときはだいたいトロールコースとか一発マリオやってないんだけど、今回このコース一発マリオっぽいからトロールコースと一緒にさせていただきました。そんでコインを22枚取ってからゴールか。あ、ここでキノコもらえるんだね。で、キノコ取ってこの中に22枚もコインあんの、ここな。あ、いや違うんだって。ちょっと気を取り直していこう。申し訳ありません、ボンミスをしてしまいました。まあよくある話なんですけど、あの右下のハテナちょっとくぐるの難しいんだよね。走っていこうか。オッケーオッケー、走ったらいけるんだね。そしてこのフラワーを取って、残り19枚もあるの。あ、ここのフラワーなんだよね。どこのフラワーかわかんねえ。あの1の1だ。これは素早く取っておいた方がいいよ。10枚、残り8枚か。いや本当にどこのフラワーかわかんないよね、1の1で。ちょっと待ってね、これ。オッケーオッケー。そして次は扉に入って左上に出てくる感じかな。そんであと4枚、あと4枚どこにあるんだろう。もしかして地下とかある感じ、なんかあるじゃん1の1で地下って。あ、ここなんだね。ここで3枚のコインを手に入れてゴールっていうことなんじゃないですか。さあゴールさせてくれ。あ、ここも一応1の1でゴール前の土管に出てくる仕様っていうことなんじゃないかな。いや素晴らしい。普通に簡単なコースなんだけど、久しぶりにこんな素晴らしいアイデアの1の1見た気がする。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。